金でややめこ強くしたいんですけど、何凸までやるべきですかね。まずそもそも無課金で原神楽しむ分には無凸で十分ですよ。正座進めなくていいっすよ時間と余裕があれば全然、なんかもう一つアカウント作って無課金アカウントで、まあ、全キャラ無凸で星4武器で正座消したいわ。正座消して螺旋12層これでもいけるぜってやってみせたいな。八重美子は無凸でも全然強いよ。フィッシュルとちょっと役割被るから、聞かなくてもよくねみたいな話は実際あるんだけども、置いといて実際強い。フィッシュルだって強いし、八重美子だって強い。雷元素あんだけばらまけるし、設置なんだからさ、弱いわけないじゃん。螺旋でも全然無凸で大丈夫。別に正座進んで貫突してるから、俺の方がお前より愛が深いんだみたいな、そういうマウントを取る気はさらさらないし、無課金で無凸だからって愛が負けてるってことはないから、無凸のままでいいじゃん。お金はもっといい使い方あるよ。正座進めなくていいと思います。うん。ただ、まあ、快適に戦いたいとか、まあ、お金余裕あるんだわ、っていうんだったら、八重美子は二凸してカグラ引いてください。以上です。